は営業成績の発表があるわね。今回こそは絶対負けない自信があるわ。そう言ったのは同僚の名前小鳥だ。俺、島津隼人と同じ営業部に所属している。そしてやたら俺に対して営業成績で対抗心を燃やしてくるめんどくさいやつだ。そうか。そうかってなんでそんなに興味なさそうなのよ。興味ない。成績がどうであれ俺は自分の仕事をする、それだけだ。なんかムカつくわ。今に見てなさいよ。私がぶっちぎりで1位を取ってギャフンと言わせてやるんだから。なんて言っていた名前だったが。なんでよ。どうやら今回も俺が1位だったようだな。勝ち。あんた興味なさそうだった割に1位だったら1位だったでドヤ顔してくるの何なの。喧嘩売ってるわけ。別にそんなつもりはないが。プッチン、次は絶対に勝つから覚えておきなさい。また怒らせてしまったな。本当に君たちは仲良しだね。部長、今のを見て本当にそう思いますか。思うと思う。君たちは我が営業部の期待の星、良いライバル関係を築いてぜひ切磋琢磨してほしいものだね。まあ善処します。ああそうそう、来週2人に出張してもらいたいんだけど大丈夫かな。え、まさか俺とお前の2人で出張させられるとはな。まったくだわ。なんであんたなんかと。しかし会社もなかなか粋な計らいだよな。わざわざ旅館に泊まらせてくれるなんて。それそれ、ねえ見てよ、部屋にある備え付けの露天風呂すごくない。そうだな。あ、気安く話しかけないでよ。私たちはライバルなのよ。情緒不安定すぎんか。大体旅館の一つで興奮するとか小学生じゃあるまいし、私たち仕事で来てるんだからね。興奮してたのお前だけどな。興奮なんてしてないから適当なこと言わないでくんない。チークバー戻して確認してやろうか。あー楽しみ、露天風呂。あ、覗いたら一生トイレに座れない体にしてやるからね。しないっての興味ないしな。それはそれでカッチン。じゃあ覗きたい。最低、男っていっつもそうだよね。どっちの選択肢を選んでも俺の株は下がるんだな。で、旅館に着いたのはいいのだが。え、相部屋。会社のミスでこの部屋しか取れなかったらしい。で、つまりあんたと同じ部屋で寝るってこと。そういうことになるな。嘘でしょ、あんたと一緒なんて最悪ね。じゃあ別の部屋取るわ。いやとは言ってないでしょ。え、部屋空いてないんですか。聞けよ。残念なことに部屋は空いてないらしい。まあそれなら仕方ないんじゃない。同じ部屋で我慢してあげるわよ。さあ、ここからここまでは俺の領土で。ねえ、もしかして私のこと嫌い。それはどちらかといえばお前の方じゃないのか。嫌いなんて言ってないじゃん。でもさっきだって最悪だとかなんとか言ってたじゃないか。言ってないわ。だから飼育場戻して確認したろうか。あれよ、照れ隠しっていうか。照れ隠しだとしたら何に照れたんだ。もうそこ掘り下げるの禁止。そんなこんなで俺は妙にそわそわしてる名前と同じ部屋で寝ることになった。夜、食事と入浴を終えた後部屋でゆっくりしていたのだが、なんか名前が気まずそうにしていた。うむ、そういえばあれを持ってきていたな。ん？じゃん、トランプ。え？ババ抜きでもするか。修学旅行か。あんた何しにこの旅館に来たか分かってる？遊びに来たんじゃないのよ。お前だって修学旅行の学生よろしく露天風呂を見てキャッキャしてたじゃん。そんなことないし、てかなんでトランプなんて持ってきてんのよ。遊ぶ気満々じゃない。お前とやろうと思ってな。私と？俺はお前をライバルだと思ってるし、多分お前もそう思ってると思う。だから対抗心を燃やすのは当然だ。仕事の成功には俺たちの円滑なコミュニケーションが必要不可欠だろう。そのためにトランプで親睦を深めようと思ってな。ライバル。どうした？え、なんでも？
たの考えは分かったわ。でもお遊びとはいえあんたに負けるつもりはないんだからね。望むところだ。俺だって負けるつもりはない。あれから小一時間ほどババ抜きをしていたのだが、今のところ俺の全勝である。なんで勝てないの。お前顔に出すぎだ。まあそういう分かりやすいところがある意味営業じゃいい方に働いてるのかもな。そう打算じゃないというか、熱意とか誠意とかそういうのが伝わりやすいんだろう。俺はどうしても打算的に見えてしまうらしい。まあポーカーフェイスすぎて何考えてんのかわからないもんね、あんた。だから感情とか抜きにした話し合いなら得意なんだがな。俺はお前が少し羨ましいよ。そんなの私だって同じよ。私はどうしても気合とか根性とか感情的になりやすいっていうか、それしかないっていうか、私あんたのこと尊敬してんだからね。もっと自信持ちなさいよ。え、ナバエが俺を尊敬？言ってない。いや、言っただろ。言ってない。あー眠くなってきちゃったな。ほら明日に備えて寝るわよ。ごまかすの下手すぎじゃないか。おやすみなさい。そんなこんなで俺たちは明日に備えて早めに眠るのだった。チラチラ。あれマジで寝てる。あれれ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 。ちょっと期待してたのに、私魅力ないのかな。ふや。私なんて。今日は朝から営業の仕事があったのだが、なぜかナバエのテンションがやたらと低かった。どうやら自信を失っているみたいで、仕事にも身が入っていない様子だった。その結果担当者の名前を間違えるなどのやらかしをしてしまい、ま酒でも飲んで元気出せよ。現在こうしてめちゃくちゃ落ち込んでしまっているわけである。そんなに気にするな。ミスなんて誰にでもあることさ。フォローだって俺がちゃんとしておいたんだ。だから元気出せよ。それもあるけど、私が気にしてるのはあんたに失望されちゃったかもって。失望してないしてない。というかなんでそんなこと気にしてるんだよ。私はあんたに失望されるのが一番怖いのよ。あんたのこと好きだから。なんでお前今まで俺に対抗心を燃やしてライバルだと思ってるんじゃ。あたしはもともと入社した時からあんたのこと好きだったの。仕事できるし、なんかクールでかっこいいし、それにいつもさりげなくフォローしてくれるし、後悔だって。思い出ししくしくするなよ。でもあんたと来たら仕事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 なんだもん。仕事にしか興味ありませんみたいな感じで、私のことなんて見向きもしない。かまってほしかったのに。かまってちゃんかよ。だからあんたが私のこと無視できないようにって営業成績で1位取ってやろうと思ったの。それなのにあんたはいつも私より上にいるし、思い出したらイライラしてきた。思い出しイライラするなよ。ここの露天風呂最高だったな。キャッキャ。思い出しキャッキャするなよ。というか今日の私ミスりすぎだよね。担当の人の名前間違えるとかウケる。思い出しゲラゲラするなよ。よしこれで喜怒哀楽制覇したわね。お前さては大して落ち込んでないな。急にクソデカため息するなよ。こんなんじゃきっとあんたに失望されるよね。女としての魅力もないし。急にめちゃくちゃ落ち込むなよ。さっきまでのテンションの落差についていけねえよ。ジェットコースターかなんかなのかお前は。昨日の夜は見向きもせずに寝たし、私襲われるかもってそわそわしてたのに。あの流れで襲うのはおかしくないか。どうせ私なんでめんどくさくてごめんなさい。
あれだ、俺は正直人の慰め方がわからん。だから間違ってたらすまん。お前はよく頑張ってる。それにちゃんと魅力的だ。だからもっと自信を持て。何か言ってくれないか。こいつマジかよ、寝やがったよ。まあいいか。俺はその後寝てるナバイを布団に運んでやり、自分も眠りについた。翌日すっかり調子を取り戻したナバイは完璧な営業を行ってうまくいった。これで会社にはいい報告ができそうだ。いやー今日は調子よかった。なんか昨日酒飲んで愚痴ったらすっきりしたわ。そりゃよかったな。でも私昨日のことほとんど覚えてないんだけど、なんか変な話とかしてない？覚えてないならその方がいい。私一体どんな話したの？知らぬが仏。ねえちょっと待ってよ。ねえってば。あれ寝ちゃった？すやすや。キョロキョロ。すき。お前急に何を言ってんだよ。寝てたんじゃなかったの？今起きたんだよ。それより今のあれだから、冗談だから。まあ大丈夫だ、お前が俺のこと好きなの知ってるから。え？じゃあ。ねえちょっと待って。ねえ今のどういうことなの？まさか昨日の夜私が言ったの？ねえ聞いてる？ねえってば。そんなこんなで新幹線が止まるまでナバエは俺を問いただしてきたのだった。おまけ今日は営業成績の発表があるわね。そうだな。私今回は絶対に勝てる自信があるわ。ああ、じゃなんか書けるか。乗った。じゃもし俺が勝ったら俺と付き合ってくれるか。お前はどうするんだ。お、今回の営業成績はお前が1位だな。よかったな。これじゃあ付き合ってはもらえないか。残念だ。ちょ待って。今回の営業成績で私が勝ったら付き合ってもらうからね。お、今回は同率か。残念だな。